ここの、押し入れに入るバグがあるんですよ。今回それやっていこうかな。どうも、そうです。ということで、今回はね、スプラトゥーン2ヒーローモードね、スプラトゥーン2完全制覇の道パート3やっていこうかなと思います。まず最初はね、こちら、まあ、ステージ13。あ、そう、ちなみにね、これ、前回エリア2、完全制覇しました。ちゃんとね、8ステージのイリコニウムゲットしたね。で、今回からエリア3をね、攻略しかけあんだけど、とりあえずね、まあ、今回は、まあ、エリア 13? この13からやっていくわ。うん、じゃあやっていこうか。いきます。よいしょ。ちょっと今回やりたいことがあるんで、このエリア13、和ダンスのダンスフロア、引き出し、押し出し、でんでんスイッチということで、このマップからね、やっていこうかなと思います。いや、このマップにね、結構、いっててててて、結構有名。あ、待ってよ、ちょっとローラー持ってきた、間違えたな。ローラー持ってくの間違えた。よし、ちょっと、まず最初、このマップはなんか、結構有名なね、裏技がバグがあって、今回ね、それのちょっと紹介もやっていこうかなと。今回ね、やっていくんだけど、とりあえずこのね、エリア3の、この13ステージ目に来るんですよ。で、とりあえずチャージャーをね、持ってきてください。で、ちなみにこんな感じでね、一回くるくるくるって回して、これどうしよっか。これ一旦、これそっか。これ一回ここ登って塗る感じか。あー、思い出してきた。オッケー。この塗っての、ここ、とりあえず僕ね、ミステリーファイルも取ってないので、ミステリーファイルもね、狙って取っていきたいですね。でね、このマップ結構ね、いろいろなんていうの、バグいっぱい裏技がありまして、で今回やっていこうと思うんだけど、とりあえず先にどんどん、ね、進んでみていこうか。はい、風船割ります。で、引き出し出します。いや、いいね、なんか、おしゃれだな、この引き出し。僕もこういうなんか、押し入れ欲しいな。はい。あれ、ちょっと、さあ、で、狙います。よし、オッケー。ここ、ちょっとミステリーファイルとかもね、取っていきたいんだけど、待って、気持ち悪い。何これ、見て。何これ、気持ち悪い。穴だらけじゃん。変なお家がいっぱい並んでるわ。さあ、ジャンプします。来ました。オッケー、うわ、やべ。僕の苦手なキャラです、あれ。はい。オッケー。はい。あ、やばい、死んじゃうよ。オッケー。ちょっとカッコつけて、チャージショット決めようと思ったんだけど、全然成功したかったね。これでしょ。あー、じゃあやめてください。あいつか倒すか。ちなみにね、どこでバグするかっていうと、ここだね。この場所でね、バグをすることができます。で、どういうバグかっていうと、ここだね。ここの、押し入れに入るバグがあるんですよ。今回それやっていこうかな。で、それが、まずチャージャー持ってきて、こんな感じで、このチャージャーのこう、ギリギリ、狙っても当たんないくらいの、こんな感じでやって、ちょっと後ろに引く。ちょっと後ろに引いて、OK。で、すぐイカになる。干したら入るんですよ。そう、設定てか、説明の仕方がすっげえ下手くそだからさ、いや、全然お前の説明わかんないみたいなこと言われそうだけど、こんな感じでね、引き出しに入ることができます。この引き出し、中に何もないんですね。で、ちなみにここ出れるね。で、ここ出たら、罪です。積みます、ここ出たら。ここ一旦登って、ここ登れるのか。え、登ってみよう、ここ。登れるのかな。あれ?あ、あれ?あ、見て。あ、ここ登れるんだ。ちょっと待って。え?これ罪、あ、これやっぱ罪だわ。あ、ダメだ。これ、元の世界に戻れなくなっちゃいました。これ、ここ登れたりする?あ、無理です。あ、積みました。バイバーイ。で、さっきはね、ここの中に入ったんだけど、この左のね、この箱の中にも入れるんだよね。やってみましょうか。ここ一回行ってて、ちょっと結構後ろ側に寄って、結構難しいね。はい、すぐイカになる。あいー、あー、ちょっと間に入っちゃった。待って。ミスるとこんな感じでね、間に挟まっちゃいます。体の半分くらいが出るようにして、壁からね。こんな感じにして、でそっからちょっと後ろに引いてって、ここら辺かな?はい。オッケー。これはパンジェニプロスやば。結構前に僕このバグやってたんで、ちょっと一人でね、一人でこのバグやってて寂しく。ちょっと、でも今回久しぶりにこういう、企画やるんだったら、みんなに紹介しようと思うんでね、これこんな感じのバグが、このマップにはあります。いや、面白いね、これ。ちょっともう一回ね、あそこの上ちょっと登ってみようか。ちょっと、イカちゃんのライフはあと二つしかないんだけど、まあいいや。こんな感じで登ってって、こんな感じで登れます。ここ登れるのはちょっと知らなかったね。ここ登れるんだね。見て。ここでただダンスしかできない。ただダンス何もできない。もう敵キャラも出ないからね。ただダンスしかできないよ、この広場で。別に広場っていうほど広くないけどね。いや、ここ塗れば戻れたんだけどね。ちょっとダメだ。ちょっとやり直そう。OK、はい。やば、バカ、何してんの?え?あ、終わった。
初めてのミスでしょ。何がしたかったの今。何がしたかったんだろう。まあ死んだからちょうどいいや。ここ実はもう一つバグがあって、さっきのとまた別の場所なんだけど、ここね、ここ登って、こうジャンプしてこうやってさ、行くと、ここだけで登れちゃうんだよねっていう、落ちました。はい、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 ぴょん。よし登れたー。で、登ったら、ここね、ここの、もね、登れるんだよね。よいしょ。よし、来た。ここも、こういう感じで、登れるんですよ。ここも登れたっけな？あ、登れるわ。で、このね、鉄の部分はね、登れなかったところで、これで、こうやって倒せます。まあ、ただ、それだけのバグですね。次はちゃんと行くわ。次、ちゃんとやるね。オッケー、行きます。はい。撃ちます。撃たれる前に撃つ。待って、これやばい。ちょっと、下手くそがバレる。オッケー。前にね、動画で、ね、下手くそがバレるっていう発言をしたら、視聴者コメントでね、なんか、サバさんもともと下手くそってバレてますよみたいなコメント来て、いや、うるせえよ、おめえ。うるせえ、おめえ、サバさんの何を知ってんだってみたいな、思ったね。いや、思ってねえけど。まあ別にね、下手くそって言われて僕は何とも感じないんで、別にプライドも何もないんで、まあいいんですけど、まあいいや、まあ進んでいきます。いやー、これ、あとまあバグも紹介できたんで、このマップを、あとはね、ミステリーファイルゲットできれば、僕はもう、オッケーです。僕はね、満足。これは、あ、イリコニウムがありますね。これ、イリコニウムどうやってゲットするんだ？どうやってゲットするんだろう、このイリコニウム。どうやってやるんだろうね。あ、あったあった。壁がここにあったわ。壁ここにあったわ。オッケー、じゃあこれ取ります。まあ別に取ってはみないんですけどね。じゃあそのまま先進んでいきましょうか。ジャンプー。さあ、ちょっとここら辺も僕も、もうマップの構造忘れちゃった。ここ普通今、あ、でもチャージャー結構いいっすね、この。このマップ、チャージャーとの相性結構いいですね。さあ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 。なんかいる。危ない危ない。ちょっと危ない。ちょっと、こいつ、この、これ、しっかりと縦を割って、倒していきます。オッケー、このスプリンクラー嫌ですね。さあ、壊していきます。で、うわ、じゃあスプリンクラー大きすぎでしょ。どんだけスプリンクラー好きなの？このタコたち、相手の。さあ、タコゾードーザーにバレないように、どんどんと進んでいきます。さあ、これ使って飛んでいきます。さあ、風船もしっかり割って、で、オッケー。ドア発見。鍵がどっかにあるんやろうね。ありますね。さあ、ここ塗って、よいしょ。さあ、あったわ。あれ、看板すぎないか。もう、取っちゃいますよ、僕。あ、やばい。これやばい。これ、積んだ。やばい。あ、多分、タコ餃子ここまで来ないよね、多分ね。あ、こっち来る。え、こっち来る。嘘でしょ。やばい。やばい。あ、待って、これ逃げるわ。ここに、ね、ここに、よかった、ここに足縛って、てか、ここになんかミステリーファイルありそうな予感しかしないと思ったらなかった。ミステリーファイルなかったわ。よし、オッケー、開けていきます。さあ、もうミステリーファイルどこにあるんだろうね。すいません、まだ最終チェックポイントはないっぽいんで、まあ、って感じなんですけどさ、回していきます。で、あ、なんかいるな、あそこに。よいしょ、太陽が眩しいな。太陽眩しすぎない太陽。やばい。死ぬ。危ねえ。死にかけた。ちょっと、2枚割れちゃいましたね。この僕のアーマー、せっかくつけたアーマー。あっちにアーマーがあるんで、ちょっとあのアーマー取りましょうか。あ、やばい、ちょ、やめてよ。どんだけ視界の範囲広いの、こいつ。待って、これちょっとやばい。これやばい。やべ。これ、その上に、あ、これ結構このマップむずいっすね。このマップ結構むずいわ。さあ、塗っていきます。どこにあるんだろう、ミステリーファイル、マジで。さあ、ちょっと、うわ、これ結構難しいぞ。よし、しっかりと、でんでん回して、オッケー。いや、でんでんって、あれにあったよね。なんだっけ、フェスの、あ、ぶ、落ちかけた。あ、最終チェックポイントも行っちゃった。え？待って。ミステリーファイルないのかな？いや、ちょっともしかしたらちょっと見逃しちゃってるかもしれないから、一回戻るわ。一回ちょっとやり直そう。あ、多分さ、みんな来たんだけど、あれだね、多分。あれだわ。あれだ、あそこどうやって行くんだろう、マジで。あれさ、あ、やべ、こっち来んなよ。ちょ、怒っちゃったね。こっち来んなやつ怒っちゃったね。ごめんね、急に怒って。怖いね。これさ、どうしよっか。これさ、なんとなくなんだけど、今回マニーバ持ってきたんだよ。絶対マニーバ持ってきたね。ミスったね、普通に。マニバ持ってきたらミスったわ。なぜかっていうと、これちょっとね、こっち来て、これ当てる、難しいね。これボム当てなきゃね、マニバ射程短いから当たんないんだよな、なんかインクレールみたいな、なんか飛んでくやつに。そう、だからね、ちょっと このマップもあんまマニバ、あんま持ってこない方がいいね。さあ、まあ、それはいいとして、ここですね。あったわー。よかった、やっぱちょっと通り、なんか通り、なんていうの、この、
そのまま過ぎてた、なんか過ぎてたっぽいわ、僕。そのままなんか、見逃してクリアしようとしたわ。さあ、じゃあ、元の場所に戻りましょうか。よいしょ、あ、だここまで来たな。もう、じゃあ、いいか。一回カットするわ、カットカット。よし、最終チェックポイントまで来ました。もう疲れたね。このマップをクリアするためだけに、ちょっともう15分くらいかかってるわ。ちょ、バカすぎる、バカすぎる。こっち来る。あ、こっちかな、多分。こっち来るね。お、こっち来ないんだ。じゃあ、行こっか、じゃあ。あ、これちょっとやばい気がする。これちょっとやばいね。やばすぎー。あれ、これちょっとやばいね。これちょっと逃げよっか。逃げよっか。あれ、逃げられない。あ、逃げられます。逃げます。逃げます。逃げます。よし。急ぎます。よしよし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。これ、どう行くんだ、これって。これ、どう、あ、道があるな、あそこに。あー、これ多分通ったら俺な。ちょっと隠れます。で、これは、ここかな。よし。オッケー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 。来ました。で、多分な、完結戦側のなんかタコ銅座の頭の上にあったんで、このタコ銅座の完結戦に向かって撃てば、よいしょ。で、あ、そしてまたここか。やべやべやべ、めんどくせえ。めんどくせえ、これ。あ、いけたいけた、ここか。あ、オッケーオッケーオッケー。さあ、で、多分これで、ちょっと待って、なんか変なやついる、変なやついる。ちょっと、まあ、やっぱこのマップ、チャージャーが一番ね、有利かもしんないな、このマップ。さあ、太鼓割って、太鼓じゃないわ、なんか変なの割って、で、こいつも倒して、あー、クリアだ。あ、インク不足だ。あ、インク不足やべ。あ、インク、いや、最悪だ。あ、一番時間かかった、このマップが。このマップめっちゃ難しかった。トレンドのギアには様々な最新技術が盛り込まれている、指揮加工による滑らかな曲面仕上げ、取れたて生地の炙りで密度と強度を高めた繊維、おしゃれと機能性の両立が活かしたギアを作り出すということで、あー、これなんか左の靴、名前、わかる、左の靴ね、僕ね、結構愛用してるんだよね、これ、イカ速 3.9 じゃなくて、イカ速 1.3、イカ速揃えてるね、この靴で。なんて名前だっけ、いや、一個足じゃなくて一足だっけこれって。あれ、忘れちゃった。名前なんか、この靴持ってんだよ、僕。名前忘れちゃった。もういいや。こんな感じで、なんか、スプラトゥーンのギアにはね、いろんな加工がされてて、まあ、すごいってことですね。よし、ということでね、やっと、ちょっと13、マップ13。これめちゃめちゃ難しかった、このマップマジで。初めてこんな一つのマップに15分とか20分とか時間かかったわ。で、次ね、まあ普通に、ステージ10のミステリーファイルゲットしてないから、ステージ10の攻略といきたいんですけど、ちょっと見てみると、このね、ほら、あおりちゃんのマークがついてるやつあるじゃないですか。このマップにもね、ミステリーファイル、このマップにもミステリーファイル隠されてるっぽいんだよ。だからね、探して行こうと思うんだけど、これかな？だからこれかな？ちょっと一旦じゃあチャージャーに切り替えて、よし、この風船をどんどん割っていきましょうか。あったあった、オッケー。はい、あ、いい。あ、いい。どこ行った？あったあったあった。わ、これちょ結構難しそうだぞ。はい、次どこだ？ここだな。はい、次どこ？そこか！めんどくせえ！やべ、あ、やべ、よし、戻ってきたわ。めんどくせえ、これマジで難しい。なんか、急にレベル3から難しくなりすぎじゃない？ステージ3から。で、ここ飛びます。よいしょ、オッケーで、これを壊す。そしたら、まだあんのか。やばい。これやばい、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 飛んでいく、飛んでいく、飛んでいく、飛んでいく。時間、ちゃんと守ろう、時間を守ろう。やばい、これちょっと、マジ、難しい。いつまで続くの、これ。さあ、終わります。次ここか。オッケー、終わります。あ、来たー！で、これでミステリーファイルゲットと。いや、大変。難しいね、これ。お、来た。あ、そっかそっか。このミステリーファイルゲットすれば、ステッカーがもらえるのか。あ、じゃあこれは、ステージ1、ステージ2、ステージ3とステージ5の、あれかな？このステッカーもらえてる感じかな。あとはステッカーはあと4かな？ステージ4のステッカーがもらえてないって感じだと思いますね。あれ違う。あ、ステージ5か。ステージ5のエリア5か。エリア5のステッカーがもらえてないのか。とりあえず1、2、3のステッカーもらえてるっぽいね。オッケーオッケー。じゃあ次、このマップのね、ステッカーもらうときは、エリア5に来たときっすね。じゃあ、ちょっと今回もエリア3のね、このステージ13、手こずりすぎたんで、もう次ラストするわ。ちょっと、手こずりすぎた、マジで。マジ、いや、このね、見回り先生、タコパトローラー、これやって終わろうかなと思います。では、ちょっとどうしよっか。これどうしよっかな。間に合えば持ってく？いや、これは、あ、そうだよ。てかさ、今ね、2198個いくら溜まってるんで、ちょっとエリア1戻って、強化しましょうか、武器の。よし、来た。で、ここでね、強化できるんだよね、武器の。なんで、どうしよう、武器の強化、追加武器の強化しようかな。いや、どうしよっかな。ヒーローシューター強化できるんだよね。連射速度がアップする、インクのヘリに注意。いや、これヒーローシューター強化しよっか。多分レベルマックスになったぞ。やった、嬉しい。やりました。で、これで、うわ、すげえ、やばい。やばい、これは。
なんだこの連勝能力、やばすぎないか。よし、来ました。さあ、やりましょうか。じゃあ、まずジャンプ。よいしょ、別に特に僕、このマップ、このマップちょっとあんまりやったことないかもしれない。なんか、タコパトローラーっていう、あ、いってえな。え、待って、ちょっと、ステージ3になってさ、敵さんの頭良くなってる、もしかして。よし、来た。あ、いますね、タコパトローラー。なんか光に見つかっちゃうとやばいんだよね。そうそう、思い出してきた。光に見つかっちゃうとやばいから、光に見つからないようにしましょう的なね。ほらね、いいね、いいね。いいよ、いいよ。床状態だと見つかんないからね。さあ、しっかりと床潜伏状態を使って、これやばい。大丈夫か？これってこの影にくれたら見つかんないとかあるのかな？あ、ありそう。でもいいや。めんどくさいんで、そのまま進んでいきます。いや、てかちょっとこれヒーローシューターめちゃめちゃ良くないか。あ、待って、これ欲しいな。どうやってあそこに行くんだろう。どうやってあそこに行くんだ。一回これ引き寄せて、引き寄せます。やばいやばいやばい。あ、分かった。これで引き寄せてからの登るんだ、上に。あー、やります。じゃあもう一回やりますわ。で、よし、登ります。で、ここに来ると、いてててて、あ、このちょっといてこのなんかプロペラにも当たり判定あんの、この敵って。待って、めんどくせえ。もういいや、ちょっといいや、取らずにもう先進むわ。行きましょう。アーマークレイはね、取らずに勝てるんで。さあ、来ました。さあ、お次はまた2体目のパコタコポーターですね。これどうしようか。ここ行って、オッケー。これ、ちょっと、よし、倒します。で、これタコポ、どこにタコポタパトパタトローがいるんだ。よし、こいつやだな。この縦のやつ結構苦手だね。倒します。よし、来た。で、これ割って、あ、これどうなってんだ？なんでこれ？あ、鍵ゲットします。で、これ、なんだろう。タコポトローラーいたよね。どこにいんの？あ、いた、やばいやばいやばい。これどうしようか。一旦引き寄せます。結構登れたっけこれ、タコパトローラーって。あ、登れねえのか。登れんのかこれ。どうにかしてなんか登れたりしないかな、タコパトローラー。なんか上にね、なんかあるんだよね、あそこの上に。ほらなんか多分あれ、あれミステリーバルだな、あれ。待って、ちょっと多分タコパトローラーの上に登ればいいんだよね。よし、来ます。降りる、登る。よし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 、完璧完璧。で、これで、登る。ちょっと、タコパトローラーの上登るのマジで難しいんだけど、こっち来て。こっち来て。じゃあ、もう行かないでよー。よし、登った。あ、あれ？あ、ミステリーファイルじゃないのこれ。あれ？ミステリーファイルと思ったんだけどな。え、どこだろう。あ、ちょっとやべやべ、バカ。あ、なんか、待って。ミスったことにより、気づいたことがあった。やっぱちょっと、あれだわ。ミスは大事って気づかされたね。いや、わかった。ちょっとこれさ、ここの下に、ほら、なんかあるぞ。ここの下に、何かが、あれ？あはは！まさかの、隠されてたわ、ここに。これなんかさ、4つスポンジがあるところに隠されてたね。さあ、戻ります。で、ここ来るじゃん。この4つスポンジがあるところの下に、あったわ。さっき落ちて気づいたね。なんか、よく気づけた、今の。それは褒めで使いましょう。使わせましょう。僕のことを。さあ、で、ここに鍵があるんで、この鍵を取りつつも、ここにね、アーマーがあるんで、アーマーも取ります。でそしたらもう、いっか、このままもう、ゴールというか、鍵開けて先進んじゃいましょう。なんか上にね、あれが、いくらがあったんだけど、あれ無視でいくわ。さあ、行きます。さあ、もう、あとはじゃあ、あれだね。イリコニウム取ってクリアだね。さあ、どんどん先進んできますよ。イリコニウムも結構ね、難しい場所に隠されたりするんで、それもちょっと大変だよね。さあ、あ、てか、ここなんか、爆発するやつうまく使ってクリアしたいね。盾、持ち敵、クールに倒せる？クールに倒してみせましょう。はい、クールすぎる。イリコニウムないのかな？もうそろそろなんか、終わっちゃう気しかしないんだけど、よいしょ。あれ、まだでも最終チェックポイントじゃないのか。さあ、たくさん膨らませて、これどうしよっか。倒します。多分これね、タコパトローラーに登らなきゃいけないと思うんだよね。一旦、こう行きます。あ、やばい、ちょっとこれ一回戻るわ。危ねえ、潰されるとこあったね。あそこにね、イクラがあるんで、しっかりとイクラも取って、これどうすればいいんだろう。もうそろそろゲームももう終盤に近づいてると思うんだけど、どこにあるんだ、リコニウム。やばい、怖い。これ登ったらなんかいいことあるかな。あ、特になさそうだぞ。なんだここは。あ、やばい、登って、これの、ここに登って、で、あそこに行く感じだね。さあ、行って、やめてよ。よし、来た。
いやー疲れるなー。なんか急にレベル3になってからさ、かなり難易度が上がった感じがしますね。かなり難しいなー。これさ、僕でも難しいというか、僕がめちゃめちゃゲーム上手いとか言うわけじゃないんだけど、僕でもクリアできないってことはさ、結構このスプラトゥーンでちっちゃい子とかもやってるわけじゃん。もうちっちゃい子がクリアできないんじゃないの。大丈夫なのこれ。かなり難しいと思うんだけどね。これは特にリコニウムないって感じかな。あ、なさそうだね。飛ぶか。よし。なんか次、最終チェックポイントの気がする。やっぱり、なんかすげえ明るいぞ、あそこが。すごい、なんだあれ。なんかやばそう。これはどうしようか。一回膨らまして、あのなんか変なフグみたいなやつを爆発させましょうか。よし。いや、これ気持ちいいな、このフグ爆発してんの。ちょっとタコパトローラー来ました。やべえ、やべえ、やだ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 。やめてやめてやめて。あ、いや、リコニウムあった、リコニウムあった。あっておけ。これリコニウムゲットできたらもう心残りはもうないです。さようなら。バイバーイ。で、よし、ゲット。深層海鮮イカッチャにおいでよ。ハイカラ地域最大の店舗オープン。みんなでイコッチャ、楽しいイカッチャということで。いや、皆さん、イカッチャ使ってますか？僕使ってないね、正直言うと。イカッチャってさ、あれだよね、なんか、友達とスイッチを持ち寄り合って、なんか、遊べ、ローカル通信プレイをするためのなんか、やつらしいんですけど、イカッチャって。使ったことないね。もうスプラトゥーン発売して、3年経つけどね、スプラトゥーン2発売して。一回もイカッチャ使ったことないな。僕と一緒にイカッチャやってくれる人を募集中です。はい、この風船ね。はい、まあ、ということで、この動画面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。次ね、次どうしようか。次はじゃあエリア11かな。よいしょ。お、あ、なんか土星さんじゃなくて、なんだっけ、あ、リセットさん、リセットさん。なんかリセットさんみたいなやついるけど、これ、スタコラーの空中庭園、切なさを追いかけてということで、まあ、次ね、こっからやっていこうかなと思います。はい、ということで、また見てください。それでは、バイバイ。